going on, everybody? This is Ray Lucius here. Welcome back to more Regalia Lost. I am here to get started with this new event, the Fortune's Fray. Anyway, let's go check it out. したリュカボー、せっかくの里帰りなのにそんなため息なんかついて。いや、さっき長老にいたずらしたんだけど、いつもみたいに怒られるかと思ったらそうじゃなくて、それどころかいつまでも叱ってやれるわけじゃないからとか優しく言われて。なあ、これってまさか。リュカボー知らなかったのか。そのまさかだよ長老、最近すっかり体が弱っちまってな。マジか、嘘だろ。急にそんなこと言われても心の準備が。俺どうすりゃいいんだ。ほらマルク、頼まれていた花を摘んできたぞ。これ何に使うんだ。というわけで、服を届けるため今年は闘技大会を開くことになった。え、闘技大会？今年は宴とかのおもてなしじゃないの？そう思いますやろ。せやけど、実はこれがアマテラス様の考えはった新しいおもてなしなんです。今までのやり方やと、一度にもてなして日の本の文化を伝えられる人数に限りがありましたやろ。ああ、でも闘技大会形式ならより多くの参加者を募って正月を楽しんでもらえるはずってことか。そうさね。大会にはあたしら日の本の人間も参加し、日の本流の戦い方を感じてもらおうって寸法だよ。それに観客向けの屋台も出します。生命様の式が見せ場になって、餅やおせちなどを振る舞う予定です。おお、餅おせち大好きだ。ごちそうとお年玉が来ると正月だって感じがしてくるぜ。おおきに、日の本文化が根付いとって嬉しいよす。そうそう、お年玉もちゃんと用意しとります。え、お、本当か。うん、なんと大会の優勝者にはユラの鏡をお渡しします。え、ユラの鏡とは一体。やな、アマテラス様の霊言新たかな一品で、現世の思いをこの世にとどめる霊気とか言わはって。要は大切な人との思い出を映すと言われている鏡だ。戦いに役立ったりもしねえ。ほんの少し持ち主の心を鼓舞するだけの品、思い出を優しく残すだけのもんだよ。思い出を残す。そうそう、そんな感じだす。あと鏡以外にもお年
様になぞらえた賞金もたっぷり用意しとります。え、賞金がたっぷり。そないなわけで正常の皆さんにもフルってご参加いただきたいんやけど、どないですか？参加する。おお、いつになく威勢がいいな。お前らどうしたんだ？いや、ちょっとな、個人的にどうしても欲しいものがあって。俺も似たようなもん。今回ばっかりは誰が相手だろうと勝ちを譲るわけにはいかねえな。望むところだ。戦いの中で正々堂々雌雄を決しよう。はいはい、そこ。大会が始まる前から盛り上がらない。まあそんなわけで正常からも何人か参加者は出ると思うよ。うん、おおきに。そうと決まれば準備準備や。忙しくなります。日時は追って伝える。それまで正月の着物でも見繕って待っとけ。集まってると言っても過言ではないな。このにぎわいだけでも福を感じるぐらいだ。何しろ豪華賞金に賞金付きだからな。両兵仲間でも話題騒然だったし、こりゃ厳しい戦いになるかもな。へっ、こういうのは敵が多くて強いほど張り合いがあるってもんだ。大会開始が待ち遠しいぜ。警備を手伝おうかなと思って。その分応援は張り切るから、みんな頑張ってね。おう、任せとけ。おなんか向こうの舞台に生命が上がってきたぞ。静粛に。本日はお集まりいただき感謝する。改めて本大会を主催進行する日の本十二粒子の生命だ。大会を楽しみつつ日の本の文化やもてなしに触れてもらえれば幸いだ。続いてルール説明に移ります。参加者多数のため本大会はトーナメント前に魔獣討伐の予選を設けております。山に放たれた魔獣をより多く倒した上位2名がブロック代表となり本戦への進出が可能です。初戦はブロック代表同士の戦いとなりますが、その後の組み合わせについてはトーナメント表をご参照ください。それでは皆様のご健闘を祈って、これにて開会の挨拶を締めさせていただきます。ですから、とことん派手に盛り上げようと将軍様から指示されているのですよ。この声もしかして
はい、お久しぶりです。正常の皆様、お元気そうで何よりです。家康 is here。 やっぱり家康、俺も君とまた会えて嬉しいよ。それにしてもなぜ南グラスティアに？闘技大会形式を初めてやるにあたり、主催たる生命の補佐をするよう命じられ馳せ参じました。あとマリシテンが戦と聞いて興味を示しましたね。私は一参加者として大会を楽しむつもりです。義経に続き家康も参戦するのか。ちなみに家康の番号札は何番なんだ？58番ですね。私は57番。同じブロックだ。ということは二人とも無事予選を突破できた場合、私ということになりますね。お互い持てる力を精一杯出し切って戦いましょう。ああ、もちろんだ。大会である以上、たとえ家康とはいえ手加減はしない。正々堂々本戦で会おう。I'm honestly surprised that these side story events are actually fully voiced. Fortune's Fray, clear quest and take on Coliseum, gain prestige. Is this like the past defensive battles, I wonder? It seems to be the case. Let's see. Not much of the price doesn't seem to interest me that much, other than these tombs and the testaments. Wait, castle stories? I'll have to check that out another time. Yeah, it is like the other one. So, if that's the case, I'm definitely going to have to split the video from here. And once I get all these unlocked, I'll get to the point where I could view the event stories. That's what I'm going to do in the next video. Well, anyways, thank you guys for watching this video. Please like and subscribe to this channel. Leave your thoughts, comment down below. Let me know what your thoughts about this little side story. And don't forget, I do have an active Discord group. Go check it out. I'll leave the link in the description on this video. And all of that said, thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. See ya.